ナチル編第32回、始まります。封じたか。それは、不可の赤ちゃんみたい。赤ちゃん、それをどうするんですか。私が飛ぶ。ならね、世界の外に捨てるだけさ。でも、そうしたら、ゼティさんは。それに、その怪我じゃ。私を心配してくれるのかい。せめて、手当てを。そんな時間はない。二度と会うことはないだろうが。最後に私に光らせてくれたことは、礼を言う。ありがとう、ナチル君。そうだ、君にこれを。私にですか。ああ、なくさずに待っておくといい。記憶をなくした時の私が望んだことではない。これはもう一つの選択肢と思ってくれ。実際に記憶を取り戻した今でも、世界の存続という観点で言えば、私はこれしかないと思って。私には堅物な古き友がいてね。彼の思いはきっと君を導いてくれるだろう。君の思いもとしても、巫女としての力があれば、私とは違った結果が望めるかもしれない。それはどういう。ベリコはおばちゃんと行く。なんでどういうことだよ。ベリコが行かないといけない。ばあちゃん、自分のことは自分で決めろって言った。じゃあな、ナチ、ユリ、バイバイ。バイバイって。おい、ベリコ。ナチがばあちゃんになったら、ばあちゃんにペリコのこと伝えてくれ。バイバイ。ペリコ！君は、なぜ来た？今から。では、もう戻れないな。君の名前は？ベリコ。ナチにつけてもらった。良いんだが、ところで、君がつけているその指輪は？これか？これはナチにもらった。ベリコの宝だ。そうか。どうした？これ、欲しいのか？いや、君が持っていてくれるなら、その方が私も嬉しい。一つ、君にお願いしたいことがあるんだが、いいかな。怖いんだ。私の手を握っててくれないか、ペリコ君。おい、任せろ。ありがとう。君の手は温かいね。ペリコの手はいつだって温かいし。おばちゃんの名前、なんて言うんだ？ああ、そうか。私はきっと、ここで君と出会う。この時のために、小さい頃から不思議に思っていた。
絵本の話だ。黄金の卵を産む鶏の物語。内容はこう。とあるところに黄金の卵を産む鶏がいた。毎日必ず一つ産むのだ。だが飼い主の女はそれに満足しなかった。鶏の腹の中には多くの黄金があると考えたのだ。女は迷いなく腹を引き裂いた。だがそこには黄金などなかった。鶏は死に、女の手元に残ったのは真っ赤な臓物だけ。無知で愚かな欲望は破滅を呼ぶ。そういう偶話だ。だけれど私には理解できない。この女は滑稽だったのだろうか。自他の危険を顧みない挑戦は愚かなことなのか。より多くの幸せを追い求めることは罪なのか。そして何より私は鶏の腹を裂かずにいられるだろうか。引き裂けば愚昧なものと非難されるのだろうか。もしそうだとしたら私は。ユリ、ペンデュラムを、高齢島の気配を探るんだ。ナチ、高齢島さんとはぐれちゃってるんだ。どうしよう、これじゃ戻れない。そうだな。ナチと一緒ならまあそれもありかな。ここならずっと年も取らないんでしょ。だったらずっとおしゃべりできるね。はあ、何言ってんの。あんたとずっとなんて嫌に決まってるでしょ。でも私はナチと話していると楽しいからいいんだ。あれ、あんたもしかしたら気品の効果なくなってる？あれ？そうかも。もう気品の力も及ばないくらい向こうの世界とは乖離しているってことか。ごめん、私の頭が良ければここから戻る方法も思いついたかもしれないのに。あ？何言ってんだよ。あんたはそっちの方がずっといいよ。私は今のユリの方が好きだよ。そうかな。ほら、エントランスの方を向いてみな。面白いものが見えるから。ナチ？まったく、アホだな。止まらない。ナチ、ナチ、ほら言っといで。この世界はお前がいた世界だ。チェチーさんが本来願った永遠に続く世界でもある。ベストではないかもしれないけど、それでも幸せな時間が永遠に続く。リフレインのような夢、幻の世界。鶏が金の卵を産み続ける世界。優しく甘い世界。でもきっとこれも悪くはないんだと思う。できるなら全て忘れて、そして幸せに暮らしてほしい。ナチ、なんとかしなきゃ。まだ何か
さようなら、ユリイカ。今まで意地悪してごめんな。高齢島にもよろしく伝えてくれ。ありがとうって。ナチー、もしそうだとしたら、私は何もかも忘れるだろう。金の卵を産んでいたことも、鶏の存在も、自分自身の名前すらも。あれ、姉ちゃんこんなところで何しているの？それに涙。あれ、涙が。なんで？おい、待てって。お前ガキにしちゃ体力あるじゃねえか。こりゃいい漁師に。雪か。雪？あれ、何か大切なことを。姉ちゃん、こんなところにいたら風邪ひくぞ。俺たちの家に来なよ、暖炉もあるしさ。お嬢ちゃん、どうかしたか？え、ううごめんなさい。今、誰かに見られているような気がして。ここのお屋敷はもう随分と使われてねんだ。脅かしっこなしだぜ。姉ちゃん、早く行こうぜ。寒くなってきちゃったよ。といったところで、今回は終了です。次回、エクストラ編。それでは皆さん、お達者で。